それではこれから色をつけたいと思いますので、設定を行います。まずツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、下絵の画像レイヤーを一旦閉じますので、中央の目玉をタップして閉じていただきます。続いて塗りつぶしのレイヤー4をタップして閉じます。それではブラシの設定を行います。ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、下から3番目の塗りつぶしバケツをタップして、続いて塗りつぶしの機能を設定しますので、左から2番目のボタンをタップして、塗りつぶし機能境界透明度にタップ。続いてスライダーは 72% 前後、参照レイヤーは指定レイヤーをタップして、ツールボックスをタップして4を選択タップして閉じます。輪郭は黒ですのでこのままで構いませんが、黒になってない場合はカラー選択ボタンをタップして黒を選択して閉じてください。